皆さんこんにちは。福岡県古賀市にある福岡女学院看護大学のやずとゆきとゆうらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は古賀市の魅力を皆さんに伝えたいと思い、この動画を作りました。学校の空き時間あると思ってたけどさ、その時って何しようと？課題したり勉強したり、お昼休みにはトマトラーメン行ったりしてるよね。そうやね、そんな感じやね。で今回はそのトマトラーメンさんとカフェミラコさんを紹介したいと思います。それではレッツゴー。箸がハートなんですよ。かわいい。失礼します。お待たせしました。ありがとうございます。はい、失礼します。うわ美味しそう。じゃあいただきます。いただきます。美味しそうじゃないですか。これ何が乗っとるって言ったっけ？セロリじゃない？セロリ、うん、いいね。セロリラーメンで野菜食べれるのいいね。うん、うんめちゃくちゃ美味しい。トマトだからさ、結構酸っぱいのかなって思うけど、そこまでないもんね。どう？いいね。美味しいでしょ。美味しい。好き。麺の硬さもちょうどいいね。細麺なんですけど、スープがよく絡むので味がしっかり濃ゆくて美味しいです。このラーメンが390円なんですよ。すごくないですか？本当は600円台だけど、学生証を見せたら390円になるんです。とってもお得。学校から徒歩20分で来れるし、電車を使ったら10分で来れるんですよ。お昼休みとか近いから来やすいよね。あ、美味しいけん。もう食べてしまった。めっちゃ早いやろ。じゃん、まだ2人食べ終わってないけんさ、リゾット頼んで。行っちゃう？すいません、食券買ってないんですけど、はい、あのリゾットって追加できますか？はい、リゾットは300円になります。一つお願いします。はい、お預かりします。500円からでお願いします。そのまま。あ、はい、お預かりします。はい、失礼します。お願いします。やけん汁そのまま残しとくってことね。あ、じゃあそのまま作るってこと？バルに入れてくれるでしょ。お待たせしました。ありがとうございます。わ、美味しそう。トマトリゾットです。あ、美味しい。え、熱いいらんかった？ちょっと熱かった。ちょっと熱かった。ちょっとやけどに熱い。チーズリゾットだ。美味しい。あ、うん、美味しい。これは食べれる人はするべき。一度で二度美味しいみたいな感じですね。あ、キコマはさ、トマトラーメンとか来るけどさ、放課後とかって何してるの？自転車で15分行ったら、花見海岸っていうのがあって、でそこの海岸に行って、夕日を眺めよる。いいね、青春みたいだね。むっちゃ綺麗なんよ。浅瀬になっとう時に鏡みたいになるんよ、海の下とこ。それとかもすっごい綺麗。いいな。知ったことないんだよね。本当？ゆきちゃんある？うん、一回ある。あるんだ。あと、3月4月になると、あの古賀駅の桜の並木道になって、すっごい綺麗なんですよ。学校終わりになんか海行って写真たくさん撮ったりしたらすごい楽しいし、息抜きになるよね。思い出にも残るしね。いいな。行っちゃう？この後行っちゃう？この後行っちゃう？ミラコに着きました。今からミラコの魚谷さんからお話をお伺いしたいと思います。魚谷さん、お願いします。はい。こんにちは、お願いします。こんにちは。何か飲み物がなんか有名なものがあるってお伺いしたんですけど、はい、おすすめメニューは何ですか？こちらが古賀市の名産である博多あまおうをたくさん使ってタピオカを入れたターピーコという製品です。かわいい名前が。名前もかわいい。じゃあ食べ物の方なんですけど、はい、おすすめありますか？
そうですね、このシューリーミーってちょっと珍しい名前なんですけど、あのこちらを作る時にあの貸していただいたもう50年以上前の老舗熊谷かまぼこ店さんの魚のすり身を使ってグルコマンナンっていうですねものと、それからたっぷりの玉ねぎを使って作ってみました。これがすごくあっさりして美味しいですよ。絶対女子好きだよ。シュリミバーガーセットの、はい、じゃあ自家製ジンジャーエール、はい、お願いします。タピコもお願いします。お願いします。はい、じゃあ出来上がりました。はい、こちらの方がシュリミバーガーと、こちらが味の付けポテトです。はい、いいですか。はい、こちらがうちのオリジナルの味の付けポテトです。ポテトにつけるんですね。そうですね、だいたいついてるけど、うん、もうちょっと濃い方がいいなと思ったらちょっと追い味してください。じゃあこちらが、はい、自家製ジンジャーエール、でこちらが、はい、タピコ、はい、砂糖なしなので、はい、たっぷり甘王です。あ、香りがいいです。もう野菜たっぷりですね。いただきます。うん、うん、おいしい。すり身、あ、いいですね。甘みがあってすり身に、日本人が好きな味です。あ、お、すごい、あの、すごい、あの、ジンジャーが喉にきます。喉にいい感じ。体にいい感じ。この塩が入ってるんですね。うん、サクサク美味しい。じゃあ次にタピコをいただきたいと思います。福岡はあまおうが有名なので、やっぱりいちごの飲み物はちょっと興味があります。いただきます。これ本当に砂糖不使用とは思えないぐらい甘くて、でもなんかいちごの味がすっごいしっかりしてるので、めっちゃ美味しい。マジ？このタピオカの柔らかさは女子が好きなやつ。本当に美味しいです。ずっと飲んでいられるぐらい美味しいです。ここにあのワークスペース、コーワーキングスペースがあるとお聞きしたんですが、どんな感じで使えるんですか？こちらの奥の方の窓際にですね、コーワーキングスペースって言って Wi-Fi を自由に使ったりできるので、学生さんとかお仕事の方とかいろんな方が使ってもらってます。学生はですね、学生割引があるんです。すごく嬉しい。安く、特にまた1ヶ月あのマンスリーって言って1ヶ月間使えるのもあるので、そのコースはもっと安いので、1回ね、大学の方も来ていただいて、あそこで勉強をずっとしてもらったりしてました。Wi-Fi があるのって、ね、結構学生には嬉しいよね。嬉しいね。ここはできたきっかけとかってあるんですか？古河はなかなかね、新宮とか福津が発展して、古河がなかなかね、商店街が特に、まあ、寂しくなったねっていうことをよく聞いてたんで、学生たちも自分たちが集まれるところが欲しいっていうので、一緒にクラウドファンディングをして、でその後みんなでここを全部ですね、塗ったりトンカチでトントンしたりいろんなことやりながら、ここができました。だから今学生とかたくさん来てメタバースを作ってみたりとか、年代の幅もいろんな人が混じり合っていろんなことを話し合っているので、みんなの集える場所にこれからもなればいいなと思ってます。そんな感じでできてます。素敵やね。なんか地域住民の方々のなんか力がこうやってなんか一つの形になんかなってる感じがして、なんかすごい地域の発展にもすごいつながっていいよね。皆さんもたくさんできてください。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちが通っている福岡女学院看護大学はシミュレーション教育が充実していたり、先生と親しみやすかったりが魅力の古河市唯一の大学です。また地域住民の方や医療従事者の方々が参加できる講座なども実施しており、地域に開けた大学となっております。今回ご紹介した魅力の他にも、海が近かったり博多から電車で約20分という利便性の良いところにあります。そんな古河市に皆さんもぜひ一度遊びに来てください。待ってます。